こんにちは、名言コレクターの釘山です。私ね、名言大好きなんですよ。今まで約10年間にわたって名言のメルマガを発行してきました。約1800語ぐらいあるんです。すごいでしょ。で、大体ね、1万語ぐらいの名言に接してきたんですね。で、そのぐらい接しますと一体何が起きるかっていうと、最近はね、名言っていうのを読んでもあんまりね、感動しなくなっちゃったんですね。ああ、それならね、ちょっと聞いたことあるよとかね、そういうことならあの人もこの人も言ってるよみたいなのがね、結構増えてきちゃったんですね。そういう名言に散々触れてきた釘山が皆さん方に紹介したいのがこれです。究極の名言ですね。水木しげる先生の人生をいじくり回してはいけない。人生をいじくり回してはいけない。素晴らしい名言ですね。これはね、名言中の名言です。皆さん、人生いじくり回してないですか？いや、俺そんなことしてないっていう人、じゃあ聞きますよ。私は人生頑張って生きてきたっていう人、それをいじくり回してたっていうんです。自分でね、人生を一生懸命やってきたぞっていうのはいいことなんですよ。でもね、それはね、見方を変えるといじくり回してたっていうことになるんです。いじくり回すってどういうことかっていうと、流れに身を任せるんじゃなくて、自分の力で何とかしようってやることですね。自分の力で何とかしようっていうことは決して悪いことじゃない。だけど、もう一つの生き方があるんですよ。流れに身を委ねる。まあ、流れに身を委ねるっていうとね、意味がちょっと分かりにくいので、目の前にあるご縁があったものを大切にしていくっていう生き方、そう考えていただければいいと思うんですね。そういう生き方もあるっていうことなんです。例えば、目標を持ってそれに向かって頑張って生きていく、素晴らしいことですよね。素晴らしいことだとみんな言ってますよね。でもね、それをいじくり回してるって言うんですよ。目標を持って生きるってね、人生いじくり回してることなんです。だって、目標を持ってそれに取り組んでいくって、その一つのことについては集中するけど、それ以外のことは捨ててるってことでしょ。多分皆さん方もそれは感じてたと思うんですね。一個のことに頑張ってる人は素晴らしいよと。だけど、人生ってもっともっといろんなことがあるよって感じてましたよね。それ真理なんですよ。だけど、まだね、目標を持ってね、頑張って取り組んでる人はいいんですね。俺一体何やりたいんだろうな、俺が本当にやりたいことは何だろうなって悩んで、自分が本当にやりたいことを探して悩んでいる人、いいですか。それが人生をいじくり回している行為なんです。自分が本当にやりたいことってね、探して見つけるもんじゃないんです。見えてくるもんなんです。自分のご縁があった今の出来事を大切に大切にしていく中で自然に見えてくる。それが本当に自分がやりたいことなんですね。世の中の生き方にはね、2種類あるんですね。目標を持ってそれに向かって頑張って生きていくぞっていう生き方だけど、そうじゃない生き方があるっていうことに気づいてもらうといいかなと思うんですね。目の前にある、そこにあるものを大切にして生きていくっていう生き方がある。私はこれをね、目標を持ってやっていくのを欧米型って呼んでるんです。目の前にあるご縁のあったものを大切にする、これをね、日本型って呼んでるんですけどね、この日本型の生き方もあるっていうことね、気づいていただけるといいかなって思うんですね。お釈迦様っていう人いますね、まあ、言う人なんて言ったらね、失礼なんですけども、お釈迦様は一体どっちの生き方してたんですかね。お釈迦様は最初、悟りを開くぞっていう目標を持って、難行苦行を繰り返して頑張って頑張って生きたんです。その結果、悟れなかったんです。その結果、お釈迦様は疲れ果ててね、菩提樹の陰に座ってそーっと目を閉じて心を静めていったんです。そうしたら、ある時にパッと悟りを開いたんですよね。これどうですか。力を抜いた瞬間に悟りを開いた、これって似てますよね。いじくり回すのをやめるっていうことですわ。
まあ、こういうこと言うとね、怠け者の人がね、おおそれいいな、もらったとか思っちゃうんですけど、それ違いますよ。お釈迦様だって初めはね、難行苦行ということで自分で頑張って切り開くぞって頑張ってやってたんですから。だけどそれでダメだったからね、そうじゃないんだっていうことで力を抜いたわけですね。この言葉はね、ぜひね、皆さん方のように人生頑張って生きてきた人に伝えたいんです。怠け者にはね伝えたくない。それから若者ね、夢を持ってそれに向かって頑張って生きてる人たちにはこれあんまり関係ないんです。言わない方がいいですね。今までね、散々頑張って生きてた人、そして特に頑張って生きてた割にあんまり幸せになれなかった人ね俺頑張ってたんだけど、これからね、どうしよう、よし、今まで以上にもっと頑張るぞってやるのやめましょうよ。そうじゃなくて、ここでちょっとこの言葉を思い出してね、今まで頑張ってきたんだから、こんだけやったんだから、ここでねちょっと力抜いてみようかって考えてみてもらいたいんです。そうするとね、案外人生が開けてくるんじゃないかなって思うんですね。人生をいじくり回してはいけない。今まで頑張ってきた人に贈りたい言葉です。以上です。